辞令、職員、カブト、産業部昆虫課長を命ずる。田村市のキャラクター、カブトンが課長に就任し、今日設立した昆虫課。早速、カブトン課長が初めての朝礼に臨みます。昆虫を活用した交流人口の拡大に取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。そう、昆虫課の目的は田村市の魅力を全国に発信すること。自然豊かな環境でおよそ40年前からカブトムシを観光資源として町づくりを進めてきた田村市。昆虫課ではこれまで培ってきたノウハウを生かし、カブトムシの捕まえ方や育て方などの相談にも応じます。3年余に及ぶコロナ禍でですね、観光というのは大変疲弊をいたしました。いよいよこれからもう一度観光事業を立ち戻すというかですね、そういうふうにしたいというふうに考えていただく。昆虫課では今月末にも首都圏などの子育て世代を対象に市内を巡り昆虫採集などを実施。参加者の感想や意見をもとに今後旅行商品の販売を目指しています。こちらはリニューアルオープンで新設されたカブトムシドームです。開園時にはおよそ1000匹のカブトムシを見て触れて楽しむことができます。今月15日にリニューアルオープンするムシムシランド。カブトムシに触れられるドームを新しく作り、昆虫館には田村市に生息する昆虫の展示や写真スポットのコーナーを設けました。県内だけではなくて県外の方々、全国の方々来ていただければというふうに思っています。昆虫課の設置も追い風に。去年のおよそ1万7000人を超える集客を目指すムシムシランド、今月15日からオープンします。はい、それに先立ちまして14日にはですね、カブトムシを放す放鳥式を予定しているということです。はい、ではユニークなこの昆虫課ですけれども、何をするのか具体的にお願いします。はい、田村市にできました全国初のもの、それが昆虫課です。観光交流課にある仮想の課なんですけれども、その役割は多岐にわたります。昆虫採取、生息地の見学に関する相談の受付、そして観光ツアーの開発などなどです。また市長は原発事故後もカブトムシが元気に成長しているところを国内や世界に発信したいというふうにしています。そして田村市はですね、昆虫課のほかに昆虫の聖地協議会というものを県の内外の自治体と発足しました。推し生物で地域の魅力を PR ということです。突然なんですけれども豊島さん、はい、豊島さんの推し生物って います？いや、その聞き方を今初めてされたので正しくはこういう意味が正解なんですけど、子どもの頃はクワガタ取りによく山に行ったので、私の推しはクワガタかなと。意外。あ、そうなんですね。なんか虫とかお嫌いなのかななんて勝手に思ってたんですけど。蜂とかは嫌いです。こちらの協議会ではですね、それぞれの自治体が推し生物を掲げまして、田村市ではクワガタ、カブトムシ、そして宮崎県の延岡市はヘラクレスオオカブトなどを PR して連携をしながら自然や里山の保全などに取り組んでいくというふうにしています。県内の自治体、そして県外の自治体も参加していますから、福島の新たな観光の魅力につながることに期待です。